皆さんこんにちは、しがみなです。ブブーン、お仕事終わりです。今日はね、撮影の仕事をしてきまして、その帰り道です。ここどこかというと、東京寄りの神奈川県にいるんですけど、これからスーパーカブに乗って私の自宅に帰宅しようかなと思います。それじゃあ今日もゆるりとカブに乗って帰ります。というわけで今ね、神奈川県内を走行中です。2話ですと言いたいところなんですが、全然知らない道です。私、千ヶ崎南、生まれも育ちも神奈川県なんですが、未だに神奈川県の道全然詳しくなくて、地元で迷子とか普通にありえるんですけど、このとりあえずこの道をまっすぐに走っていけば来ている道にたどり着きそうなんで、ひとまずストレートに進んでいこうかなと思います。私ね、冬でもバイク乗る勢でして、まあバイクしかないのでバイク乗るしかないんですけど、日常の買い物で乗ったりとか、それと通勤でもね使ってるんですよ。冬の通勤バイクがとにかく寒くて、朝の通勤時とか体縮こまらせて走ってる感じなんですよね。でもね、今年はスーパーカブパワーアップしまして、ハンドルカバーを装着したら奇跡が起きた。手にね、風が一切入ってこない最強のね兵器を手に入れたわけなんですけど、問題が浮上しまして、手以外がすこぶる寒い。手が風からほぼ完全に守られているので、手以外の部分の風をすごく感じるようになっちゃったんですよ。特に首よ、首ちょっとね、この隙間はいただけない。首にはね、大きめな血管がありまして、首が冷えると寒くなる。ちょっとそろそろね、なんか欲しいなと。というわけで今からちょっと寄り道をして、ポカポカ装備をね手に入れちゃいたいと思います。帰り道にね寄っちゃってもいいですか。ってことで到着です。ワークマンよいしょ、入っているぞ。とっぷりゃー到着。しがみなの動画、じゃじゃーん。ってことで庶民の味方、ワークマンにやってきました。ってことでワークマンに到着しました。ちょっとお仕事終わりなこともあって、顔が若干ぬってなっているんですけど、とりあえず防寒アイテムをちょっと買いに行っちゃおうと思います。ワークマンはかなりねコスパ抜群の防寒着が売ってたりとかするんで、とりあえず今日はメインはこれなんですけど、ちょっと選んでいきたいなと思います。それじゃあ買ってきます。じゃじゃん。ってことで買ってきました。ワークマンでねコスパ抜群のやつたちをチョイスしてきました。これでね隙間という隙間を埋めたいと思います。というわけで購入してきたのはこんな感じです。隙間埋めグッズ、1つ目、フリースネックウォーマー199円、そしてこれハンドウォーマー399円です。高コスパのやつと、あとはウエストウォーマーをね買ってきちゃいました。ちょっとセールになってたんで思わずね買っちまいました。ちょっと値引きに弱いところがバレちゃったんですが、以上3点です。それじゃあね、これからちょっと帰り道になるんで着用して帰りたいなと思います。着用します。これで完璧な血がみなになれるはず。実はね、去年もネックウォーマー持ってたんですけど、めちゃくちゃ汚れちゃって、私茅ヶ崎みなみ気づいちまった。ネックウォーマーは消耗品です。このね激安ネックウォーマーとりあえず使ってみたいと思います。スイッ、うんうん、どうかな、あったかい気がする、あったかい気がするよ。ネックウォーマー強いね。これだけでだいぶ防寒よ。そしてこれ隙間という隙間を埋めます。手袋とお袖の隙間を埋める。着用していくよ。あ、これいいね、着心地が抜群なんだけど。でかなりねいい感じに着用できたんじゃないかなと思います。これで私の隙間は皆無です。なくなりました。ってことでちょっとまだまだお家まで距離はあるんですけど、走っていきたいと思います。さあ行きますか。日が暮れる前に距離を伸ばそう。ういし、しがみなの動画、ふっふっふー。これで私茅ヶ崎みなみのありとあらゆる隙間なくなりました。これぞ完全無双ってやつですな。てか首めちゃくちゃあったかいんだけど、さっきのね走行してた感じと全然違うわ。しかも結構ふわふわな生地だったんで、首に温かさを感じるよ。ほっかほかや。今回の冬なかなかコスパよく防寒できてるんじゃないかな。もともと持って
るあったか装備もあるんですけど、それプラス今回買った装備たちによって完全なる血ヶ皆が完成した気がする。どこを目指しているんだって感じなんですけど、かなりね快適になったんじゃないかなと思います。今ふわふわに包まれとる。まあでもバイク防寒ってなかなかね難しくって、バイクにおしゃれに乗りたいっていう気持ちもやっぱりあるから、防寒しすぎてちょっとスタイリッシュじゃなくなっちゃうのも、写真とかねめっちゃ撮影したい私にとってはうーむってなるところなんですけど、もうこの暖かさをね手にしてしまえば離れられない、そんな気がする。特に今回は隙間埋める系をね買ってみたんですけど、これ素晴らしい。しかも安い。まあもちろんね高い装備はねそれだけね電熱とかだったりして効果もあるんですけど、この価格にしてはめちゃめちゃあったかい。はあ、私は今お財布に優しいあったかグッズに感謝してます。ありがとう。それじゃあ引き続きねお家方面に走っていきたいと思います。まあでもねあれなのよ、お腹空いてるんよ。めっちゃペコっとる。お仕事終わりなこともあってちょっと体力的にねお腹空いているんで、どこかしらかでね寄り道してご飯タイムにしちゃいたいと思います。ペコっとるんじゃ。ちがみなの動画ってことで、リバティっていうねライダーズカフェにやってきました。今日初めてちょっと寄り道してみました。それでね今ねご飯注文したので、到着まで皆さんしばし待たれよ。じゃじゃーんってことでやってきました。メロンソーダー、このアイスのりがたまらんのよ。というわけでひとまずお先にクリームソーダ乾杯。かもこれメロンクリームなのかな、なんかメロンじゃなさそうな感じする。何クリームかはちょっと謎なんですけど、食べます。あ、飲みます。ん？ん？あ、メロンクリームだ。アイスをドリンクに浸したい。これがうましな。このね、中途半端なシャグシャグがうまいのよ。クリームソーダうまし。じゃじゃーんってことでやってきました、レディースプレート。なんかねちょこちょこいろんなものが乗ってる系のプレートです。いちごのやつがうまそうじゃ。それじゃいただきます。食べちゃう食べちゃう。どれから食べるかもよ。待って、これで合ってるかな。待って、振った方が良かったんかもしれん。あ、ちょっと振るの違ったかも。振らないやつだったかもしれん。これからのチキン、うんうん、ハフハフ、うん、ハフフワでうましやつ、うん、お仕事終わりのご飯格別よ。これ美味しい。スイーツタイムです。いちごの多分杏仁豆腐かなと思います。いただきます。絶対これ美味しいやつなんだけど、多分杏仁豆腐かな。なんだろう。いただきます。待って、これうまい。杏仁豆腐だ。私さ、このさ、いちご系スイーツめちゃくちゃ好きすぎて、クレープ屋さんとかケーキ屋さんとか行くとやっぱりいちごかと思うとのかっていうやつに惹かれがちなんですよ。やっぱりいちごはうまし、いつ食べても秋の味です。ごちそうさまでした。で、ちょっと外がねだいぶね暗くなってきちゃっているんですけど、日差しがなくなってこれ寒いやつなんですけど、今日はね完全無双しているので夜でも負けない強い血神になってるはずってことで、ちょっとね食休みしてから気をつけたいなと思います。血神の動画。はい、というわけで晩ご飯でした。お腹いっぱいになったら体も心もポッカポカ。今ねさらに隙間埋め作戦で血神な完全体になりました。それでねもうあっという間に夜ってことで、もうすでに暗くてお日様が届かない領域になってしまったんですが、今日も寒さに打ち勝ってお家までねゆったり帰りたいなと思います。どうだろう、寒さにこれで勝てるかな。勝てるはず。いける。寒さに負けず帰りたいなと思います。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。